寒いんだね。このデカブツが性格の拘束装置。昔の人はここまで複雑な技術を持っていたんだね。壮観。カカリア様はここで亡くなられた。へえ。死に場所を見つけられてよかったじゃないか。ここに来たのは特別ライブをやるため。この歴史的なショーを二人に見届けてほしいんだ。場所があまり良くない上に機材も簡素なのは多めに見てほしい。ステージに上がる時間だ、レイさん。見ろ、カカリア。絶対に目をそらすんじゃないよ。なぜなら私は、もうあんたの影の中で生きることはしない。どうだ、姉さん。すっきりした。唯一残念なのはあいつの顔が見られないことだよ。本当に残念だ。よし、やるべきことは全部終わった。二人ともありがとう。ずっと付き合ってくれて。今夜はゲーテのところに行って打ち上げパーティーをしよう。だったら姉さんのおごりだな。よし、